サザン線は、オーストラリア・クイーンズランド州、トゥーンバ市のトゥーンバ駅から、サザンダウンズ市のワランガラ駅までを結ぶ QR の鉄道路線である。サザン線からは、サウスウェスタン線を含むいくつかの支線が分岐している。この記事ではこれらの支線についても述べる。QR 路線図東海岸のシュートブリスベン市と、内陸部のダーリングダウンズ地方を結ぶ鉄道路線のうちトゥーンバ駅より、 南の部分がサザン線である。トゥーンバ駅より東はメイン線であり、他にウェスタン線がトゥーンバ駅を起点として西に路線を伸ばしている。サザン線は起点のトゥーンバ駅から南に約 200km 進むと終点のワランガラ駅に到達する。ワランガラ駅はニューサウスウェールズ州との宗教にある。ワイリーまではミルメラン駅までのゴーアハイウェイとほぼ並行する。 支線が西南西に分岐している。ウォリック駅ではサウスウェスタン線が西に分岐し、イングルート駅やグンディウィンディ駅を経由してディラン・バンディ駅に至る。サウスウェスタン線はサザン線より距離が長くサウスウェスト地方のバランスまで達している。ワランガラ駅、宗教に位置する。かつてはニューサウスウェールズ州の標準機の路線との接続駅であった。 サザン線はかつて、ワランガラ駅で、ニューサウスウェールズ州営鉄道メインのス線と接続しており、ブリスベンとニューサウスウェールズ州シドニーとを結ぶ、週間連絡鉄道の一部となっていた。ニューサウスウェールズ州営鉄道は、期間が 1435mm の標準機であり、QR の凶気とは異なるため、ワランガラ駅で乗り換えまたは、積み替えが必要であった。ワランガラ駅は、 島式ホームで西側が狂気で東側が標準記であった。ホームの南端を宗教が通っている。1930年にニューサウスウェールズ州営鉄道ノースコースト線を北に延長する形でブリスベンまでの標準記線が開業し、1932年にブリスベンシドニー間が標準記の線路でつながってからはサザン線の週間連絡鉄道としての役割は 失われた。道路線では QR ナショナルが貨物列車を運行している。サウスウェスタン線がメインルートでサザン線ウォリック駅以南が支線のような扱いである。主に穀物、コンテナ貨物を輸送する貨物列車が運行されている。ミルメラン地区は農業の中心地でミルメラン駅への支線には穀物の積み込みのための多くの側線がある。 定期旅客列車は運行されていない。トゥーンバ駅、ワランガラ駅、ウォリック駅、サザン線の起点は当初はトゥーンバ駅ではなく、そこからウェスタン線で約12キロ先のグーリージャンクションから分岐して建設された。ウェストブルック、ワイリーマ、コミューブーやクリフトン駅を経由して1869年にヘンドンまで開業し、1871年にウォリック駅まで開業した。 後に起点をトゥーンバ駅とシワイリーマまではドレートン経由の経路に移転した。スタンソープ地区周辺のスズ山による需要もあり1880年にチェリーガリーまで1881年にスタンソープ駅まで延伸開業し、ウォリック地区の中心部に近い位置にイーストウォリック駅が開業した。1888年にウォリック駅がミルヒルにイーストウォリック駅が ウォリック駅に改称された。1887年にワランガラ駅まで延伸開業した。1888年にニューサウスウェールズ植民地へ鉄道メインのオス線がワランガラ駅まで達し、道路線に接続した。これによりクイーンズランド植民地とニューサウスウェールズ植民地とが鉄道でつながった。ワイリーマ・ミルメラン駅間1887年に ピッツワース駅までの支線が開業し、1911年にミルメラン駅まで延伸開業した。ヘンドン・グーンバーグ間1897年にヘンドンから北東に分岐しアローラまでの支線が開業した。1912年に東エグーンバーグまで延伸開業したが、アローラの少し手前から分岐して延伸したので、アローラの駅は短い引き込み線のような形になった。 アローラ・グーンバーグ艦を運転するときはバックが必要であった。旅客輸送に加え、乳製品や木材や穀物の貨物輸送も行われた。道路輸送との競争激化のため1961年にアローラ・グーンバーグ艦が廃止された。ヘンドン・アローラ艦は1995年に QR としては廃止され、サザンダウンズ・スチーム鉄道という保存鉄道に移管された。 ウォリック駅の北で東側に分岐する支線1884年に、ウォリック駅から東に分岐し、ヤンガンで南東に向きを変え、エミューベールまでの支線が開業し、1885年に、キラーニー駅まで延伸開業した。1908年に、途中の谷モアルで接続する、ザマウントコリリートランウェイという施設が開業し、付近の鉱山からの石炭を通し線まで運搬した。 ウォリック駅、キラーニー駅間はこの私鉄と共に1964年に廃止された。一方、1911年にウォリック駅から北東に分岐しメリーベイルまでの別の支線が開業した。当支線はブリスベンからシドニーまでのビアレクタの一部になる予定であったが、ビアレクタは実現せず、メリーベイルより先には延伸しなかった。 ウォリック駅メリーベイル間は1960年に廃止された。ウォリック駅の南で西側に分岐する支線1904年にサウスウェスタン線が線まで開業し、1913年にディラン・バンディ駅まで延伸開業した。途中のイングルート駅で南に分岐してキサスまでの支線が1930年に開業した。サウスウェスタン線はオーストラリアで最後まで、 郵便列車が運行されていた路線である。1993年2月11日に最後のディラン・バンディメールが運行された。一方、テキサスへの支線は初期には週に往復の混合列車が運行され羊や牛の輸送が行われ、1963年までに貨物列車のみとなり、1990年までには定期列車がなくなり、1994年に 廃止された。コットンベイル・アミヤン間1920年にコットンベイルから西に分岐しアミヤンまでの支線が開業した。ポージーターで海抜946メートルに達し、クイーンズランド州で最も高いところにある鉄道であった。1920年7月26日にプリンス・オブ・ウェールズのエドワード8世がお召し列車で投資線を乗車し公式に開業した。 投資船は第一次世界大戦から帰還した軍人の入植のために開拓された農地を結ぶように作られたもので、駅はすべて西部戦線における戦上にちなんで名付けられた。建設の主目的は旅客輸送ではなく果樹園からの果物輸送であった。1974年に廃止された。ありがとうございます。